この髪、見ているだけで頭が痛くなってくる。すごい思念がこもっている感じ。先生の匂いがする。だんだん近くなってきた。もうすぐ。意識が朦朧としてきた。で、黒くなってきた。けど大丈夫。もうすぐ会えるね。先生、見つけた。あの部屋に逃げた。待て。会いたかった。抱きしめてあげる。私の体はもう真っ黒。なんだ？スクラップブック。あの児童殺害事件の新聞記事と写真が閉じてあるわ。幸子がどうだって言うんだ。うん、あ、見て、もっと古い新聞記事。1953年11月19日。古いな。あの児童殺害事件よりももっと古いわ。60年近く前の新聞記事だ。
気の毒だな。奈穂さんの手記にあった篠崎家の廃屋って、もしかして。見て、同じ紙面にもう一つ関連記事が載ってる。亡くなった保健医吉江の一人娘がその日から失踪しているって。写真が、なんだ、見てこれ、幸子、児童殺害事件のスクラップ記事と。全く同じ。なんでこいつ、ここにもいるんだよ。どう見ても同一人物だよね。このスクラップブック残した人もきっとそれに気づいたんだわ。本当に薄気味悪いな。やばい。何？隠れろ、早く。幸子だよな。くそ。とにかく上に逃げるか。体が動かない。声も出ない。金縛りだ。待て、待ちなさい。いけません、話してください。またか。篠崎くん、すみません篠崎くん、押すつもりは。立ってください。いや、幸子くん、見たんだね。Ha ha ha!
逃げるぞ、来い。キセルマくん。篠崎、待て。何？追いかけて。来ないぞ。ヨシエの事故と幸子の失踪、早速見えてきたな。あいつ、あの子の亡骸どうするつもりなのかしら。隠すんじゃないか。古い新聞記事では母親の方は事故として出ていたけど、娘の方は失踪となっていたからな。許せないわ、あいつ。ねえ、幸子の遺体を隠すとしたらどこだと思う？見当もつかねえよ。持田くんが言ってたよね、キビキ先生の書いた記事。開校当初より閉鎖されていた天神小学校の地下室に関する何か大きな呪いの存在って一文のこと言ってたな。調べてみるか、地下室。そんた、はい、あん、校長は。あいつが悪いんだ。あんなことであんなに驚く方がおかしい。
何これ。兄ちゃん。嫌な予感がする。ユカ、見るな。どうしたの？何？夢に出てきやがって、こんなに私が罪を悔いているのに、どこまで私を苦しめるんだ。わかっているよ。お前は本当は死んではいない。死んだふりをしているんだ。だがね、私には立場があるんだ。お前にあのことを誰かに喋らせるわけにはいかないよ。悪いが、喋れないようにさせてもらうからね。お前が夢枕に立つたびに、また殺しに来てあげるからね。サトシ、サトシ、大丈夫？急に返事しなくなったからびっくりしたよ。ああ、すまない。嫌な記憶を見た。え？これはおそらく幸子の舌だ。ひどい。これを幸子に返してやろう。きっと探しているはずだ。幸子に。これは隠し通路か。走っ、お兄、ここにも。ああ、俺から降りるから。お兄、サトシ。ああ。